2023年11月の17日、金曜日で仕事してましたね。で、今日ちょっと大きめの提案があったんですが、それが終わって落ち着いたと思ったら、その緊急度の認識違いみたいなものが出てる仕事があったので、なんかそっちの対応とか考えたりって一日でしたね。結構そのどこを需要として見るかとか、どこをその緊急度高く見るかって人によとか会社組織によって判断変わる部分多いと思いますよね。そこでその定常的なものじゃないというか、個別で発生していくものはやっぱり確認の頻度を多くしていくっていうのが王道ですけど一番なのかなっていうふうに改めて感じました。仕事が落ち着いてから映画トゥモローワールド、現代だとチルドレンオブメンっていう映画見て、結論すごく面白い映画でしたね。子供が生まれなくなった世界で、難民とかがいてみたいな中で、ある日その難民で妊娠した女性がいるっていうところから物語が進んでいくんですよね。長回しを多く使ってる映画で、映像に迫力があって目を離せない展開で、そういうところでそのエンタメとしても高いクオリティになってましたね。でなおかつそのやっぱり子供が生まれなくなった世界で、子供がっていうか妊娠した女性が出てきてっていうので、メッセージ性もあって考えさせられるし、エンタメ性もあるしっていうので、多分今年見た映画の中でも5本の指に入るんじゃないかなっていうふうに思いました。ニュースとしては羽生結弦さんの離婚の報道がありました。誹謗中傷やストーカー行為から、お相手とそのご自身を守ることが難しかったという報道がされています。一般人であるお相手についても許可のない報道や取材があったっていうふうに記載されてるんですが、なんかもうそういうメディアとかっていうのは名指しで公表したらいいんじゃないですかね。有名であることでいろんなコストが発生したり大変な思いもすると思うんですけど、その分発信力があるということだと思うので、それを使って身を守っていくしかないのかなっていうふうに、第三者としては感じちゃいましたね。以上です。